久保さん僕ね、牛丼食べに行きました。吉野家。これね、50円引きで、50円引きで並み食べました。まだもう一枚あるんで。あとね、牛カルビ定食とかも50円引きなんで、使いますけど。今回50円引きですね。50円引き。50円引きにしましょうか。これね、あの、実は、あの、このまあ、クーポンを切ってね、 あの吉野家に行ったんですよ。で歩いて5分ぐらい経ってね、ポッケ探したら、あれねえぞと思って、50円引きねえぞと、どこ行ったみたいな。で僕は2つの選択があったわけですよ。いや、50円やから、まあ、とりあえず、まあ、っかなっていう、まあ、選択と、いや、50円、今、今戻れば、今戻れば5分。 で50円引きだと。だけどこれ進んだら何分かかんだと。で僕はどっちを取ったかっていうと校舎の B ースね5分戻りました。その5分戻ったらこう面白かったのがあの落ちてました。<laughs> あのだなんか入れたのになんでかなと思ったらなんかお道路に落ちててあこれだっつって拾ったんですけど。 50円拾いましたね。<laughs> でね、まあこのこの、この現象に対していろんな捉え方があります。5分っていう時間に対して価値を感じている。5分っていう時間を50円で割った時にどうなんだと。ね、だからまあ5分っていっても戻りが5分で往復10分ぐらいかな。その戻りまで10分ぐらいかかるわけですよ。 じゃあ10分で50円稼げますよって言われたときにやりますか多分、まあ10分で50円だったらやらないかもしれないですね。うん。まあ多くの人はやらないかもしれないです。でも10分働いたら1000円やるよって言ったらやるかもしれないですね。うん。面白いですね。1000円だったらやるけど50円だったらやらない。同じ時間なのに。<laughs> で、 まあ、僕は時間の価値も理解してるのでなんだろうなそのた、うん、迷ったわけですよまあ5分を50円の換算するとまあ自分の時給換算分換算したときに50円は安いなと、うん、5分だって戻ってこないのでだけど戻った理由があってそれは何かっていうと あの僕はあの歩きながら音声学習をいまだにしてるんですけども僕はこう考えたんですよ。待てよと。この5分もしくは10分ね。音声学習を残り10分まだできるぞと。ね。学習が10分もう,もう10分学べると。じゃあ10分もまたす学べて。さらに10分も学べて。 まあさらに、まあ、健康にもいいぞで。さらに50円も戻ってくると。これはいいなと。<laughs> 10分多く学べて健康にもいいし50円がマイナスになると。これはいいぞと。まあだからいろんな現象に対して捉え方まあ人生っていうのはいろんな選択をしていきます。ね。ね。なんか一つのものの見方だったらこういう見方もありますね。 かが50円でで戻ななくてもいいじゃない,ですか別にいいいじゃす別にやっていう考え方もあるしいや時間はもう有限だから50円を時間換算するといやそれはあの安いとだったら行った方がいいっていう捉え方もあるしいろ、まあ、人生においていろんな選択があるんだけども結局それをどう解釈してどう分析してどう横展開してどうこう捉えていくのかそしてそれを手に入れていくのかっていうところが超大事なんですよ。 でこれはあくまでも僕の答えなんで、まああなたの答えではないです。だ五十50円を戻ることが正解なのかどうかわからないです。でも、自分の中で正解にできる捉え方。例えば、この捉え方がこういう分析というかね、何なんだろうな、こういうこと考えられないと、ふざけんなになるんですよ、単純に。思考停止してる人なんかは、うわ、最悪、どこ行った、ふざけんなよ、みたいなね。戻るのダリーナ。 で戻らなかった50円、まあ、せっかく50円引きで行こうとしてるのに、まあ行くか、まあしゃあねえな、みたいな。もうその程度で終わりですよ。そこに何の学びもないし、何だ、何の気づきもないしな、なんかメリットも出てないし、ただ最悪、ふざけんな、ついてねえぐらいで終わるんですよ。だからついてない人生で終わるんですよ。<laughs> それはついてない人生になりますよね。そういう捉え方しかできないんだから。うん だから、まあ、ほとんどの,その物事って大した変わんないですよ。成功してる人も金持ちになった人も、大した見てる情報もなんだ変わんないですよ。時間も24時間で変わんないし、みんなこれ平等で24時間あるし、成功してる人だけ1日50時間あるっていうわけではないし、全部24時間は平等だし、見てるものも大した変わらないですよね。現象も大した変わんないですよ。なんか、成功してる人だけ、ね、指が10本ありますかっていう。指10本ないですよね。 玉3個あるんですか成功してる人は。ないんですよ。2個なんですよ。ね。大した変わんないんですよ。で、なんで変わる、なんでじゃあここに差がつくのかっていうと、結局その物事の捉え方なんですよね。で、そこに対してどう自分の中で答えを出して、どうそこにアクションしていくのかっていう、その違いが積もって結局結果が変わってくるっていう。でも多くの人はここを勉強しないし、知らないし、なんだろうな、そこに気づいてないから。だから。 いつまでたってもうまくいかないいつまでたってもなんだ同じところをぐるぐる回ってるって感じですねうんだからその億万長者合宿で手持ちのカードっていうねフレーズが出たんだけどもその手持ちのカードをどう捉えるかなんですよねなんだ俺こんな手持ちのカードしかねえじゃんって捉えるのか待てよとこの手持ちのカードでもどうやったら勝てるんだろうって考えるのかこれによっても手持ちのカード同じでも勝敗は変わってしまうんですよ 名前なんか、久保さんがね、いや、手配が悪くてもね、ハッタリがあるんだ、みたいなね。なるほど、ハッタリ確かにな、みたいなね。ポーカーフェイス、みたいなね。まあ、僕、マージャンあんま詳しくないんで。うん、まあ確かにな、みたいなね。うん、まあ、そんな話でした。いってらっしゃい。